すみません、遅くなりました。どうも、飛び石連休の藤井ページです。毎週ですね、ゲストの方に来ていただいて、あれやこれやと聞く生配信をやってるんですけれども、では、早速登場してもらいましょう。今夜のゲストは、お侍ちゃんです。どうぞ。どうも、参勤交代、どうも、お侍ちゃんでございます。よろしくお願いします。大丈夫？家の中でそんな声出して。はい、家族は遠ざけましたので、大丈夫でございます。ごめんね、こんな遅くに呼び出して。いえいえ、とんでもないです、とんでもないです。今日はちょっとよろしくお願いし髷がます。立ってない、今日は。え、本当ですか？髷よりモヒカンに近くない、ちょっと。あ、確かに、ちょっと子供寝かしつけて、そこから侍モードに入ったので。ああ、申し訳ないな。申し訳ない。いえスタイルが決まってる人は夜呼び出すの申し訳ないんだよ、本当。一回な。もう一回リセットしてやってもらわなあかんから。全然全然全然そんなことないです。というわけで、お侍ちゃんは今何歳ですか？はいはい、342です、ね、今は。出た、デーモン小暮システム。この感じで言うと、ほぼ 100% の人が、うん、あ、デーモン小暮さんのやつねって言うわけですよ。あ、そうやんな。ってことは、やっぱデーモン小暮さんの10万歳っていうのって、あ、日本国民全員知ってんだなって、なんかちょっと思うときありますよね。画期的やってんやろうな。ああ、かもしれないですね。もともとはだって穴学でしょ、最初は。僕ね、違うんですよ。あれ、穴学じゃなかったっけ？俺、穴学のイメージを勝手に持っててんけど。拙者ぐらい、ちょっと先輩たちからよく言われるんですけど、その穴学の人たちと仲が良かったっていうだけで、全然入り口は全然違うんです。タイムマシーン3号とかとほら、よく一緒にな。あ、はい。なんですけど、あとは、まあ、三拍子とかが、まあ、ちょっと、同期だったりもするんですけど、まあ、それで仲良かっただけであって、穴学は全く関係ないんですよ。え、じゃあ、ちょっと待って、どこスタートなの？オーディションスタートって。オーディションスタート？え、はい、出身は岩手でしょ？はい、岩手でございます。うん、高校の時の、まあ、寺子屋に通っていたわけなんですけれども、その時の同級生がいて、で、その同級生がずっとお笑い志望だったんですよ。ほう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 。拙者自体は別にそのお笑いになろうっていうふうなことは全く考えてなくて、うん、で、高校の文化祭がありまして、うん、で、文化祭終わった時の、まあ、クラスの打ち上げみたいなのがあって、はいはいはい、で、なんかみんなでどこかちょっとご飯食べに行こうかっていうふうな、うん、時になった時に、うん、たまたまその時に、うん、一緒にコントやってくれないっていう風なのをその時に初めて言われたわけなんです。え？打ち上げで？打ち上げでです。文化祭でやったわけじゃなくて？文化祭じゃなくて、文化祭の打ち上げでクラスのみんなの前で、うん、ちょっとコントあるんだけどやってくれないって言われて、ほう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 、なんで俺なのと。別に俺そんな、なんかお笑いやりたいです、みたいな、うん。めっちゃ明るい感じでもなかったので。そうやな、なんでやろうな。はい。で、それで、おうおう、なんか、でもなんか器用そうだから、とかっていうふうな、その時の同級生から言われて、うん、で、それで、そこから初めて人前でコントやったっていうのが一番最初で。ちょ、待って。その、はい、コントやらないっていうのは、その打ち上げの場でやらないって言われたってこと？打ち上げの場です。打ち上げの場です。はい。今度何々があるからとかじゃなくて。あ、違います、違います。あ、もう、そういうこと？もう、ほぼその場です。その場でみんなご飯食べてて、うん、その途中ぐらいに話しかけられて、なんかみんな食べ終わったら、そのみんなの前でちょっとやらないっていうふうなことを言われて。何そのガッツ。うん。だから、こっちとしては、もうネタなんかもやったこともないですし、うん、よくわかんないよっていうふうなこと言ったら、台本とかは全部あるから、その通り言ってくれたらいいからっていうぐらい、はい。っていう相方というか、まあ同級生だったんです。全然意味わからない。じゃあ、そのはさ、はい、打ち上げでコントやろうと思って持ってきてたってこと？はい、そういうことです。だから、どっかで常日頃からやりたいと。もともともうお笑い芸人になりたいという志望、まあきっと持ってたよね。そうです、そうです。はい、はい、はい、うん。っていうのがあって、で、そこが一番最初ですね。なんかお笑いに触れたというか。あ、そう。で、それでよく断らずにやったね。はい、そうですね。まあ、やっぱそれが、
例えば、うん、今藤さんおっしゃったようにまた別日でとか、うん、会場がなんかいついつでとかってなったらもしかしたらやってない可能性あるんですけど、なるほど、うん、そこの打ち上げの場で、うん、まあ、この場でちょっとやらないかみたいなっていうのが、うん、なんかまあ断らなかった理由かなとは思うんですけど、でもそこですごい気持ちよかったんですよ。あ、じゃあ受けたんや。そうですね、うん、でそっからちょっとあいいなお笑いってっていうこと、はい、で、うん、でもまあ一応その2人ともまあ学校の手前なんか大学は進学するだろうみたいなノリの高校だったので、ああ、ここってことは進学校ってことね。そう、まあ、うん、はい。まあでも、じゃあ一応その二人でお笑いはやりたいんだけど、東京出て、まあ大学入ろうか。で、そこでお笑いやってこうかっていうふうな話になって、うん、で、まあ二人とも結局現役の時は一回受験失敗して、うん、なんか浪人、はい、浪人して、で、二人ともまあ大学に入って、上智やもんな。だって、あ、そうですね、はい、優秀だな。いやいやいや、全然そんなことないけど。そんなことなくないわ。いやいやいや、いや、すごいわ。俺は絶対入れない。あ、うん、ありがとうございます。はい。で、基本的にはもう大学生の傍ら芸人をやるっていうような感じだったんで、その専門学校に行くっていう選択肢はなかったんですよ、うん。あ、なるほどね。その相方さんはさ、はい、あの別の大学ってこと？はい、あ、そうです。はい。じゃあ。お笑いやろうかっていうふうなことになって、でもなり方がわかんないと。うん、まあ今だったら多分そのいろんなあの NSC とか、うん、あのいろんな渡辺の養成所とかあの行けばいいんでしょうけど、当時、うん、まああったんですけれどもよくわかんなかったので、その芸人のなり方というか。え？ NSC で言うと東京だと5期ぐらいなんですよね。5期ぐらい。はい。ああ、そう。じゃあもう本当2000年ちょうどぐらいっていうこと？そうです、そうです。はい。うん、っていうぐらいだったんで、一応その、まあ、お笑いの専門学校は、うん、あの NSC とかあるんだけど、うん、まあ、なんか、出来たてみたいな感じ。あんまなかったよ。JCA と。っていうですよね。鍋米もなかったんちゃうかな。鍋米もない。多分、太田プロとかは、出来たぐらいじゃないかな。あの、当時、その、お笑いライブを見に行った時に、うん、お笑いライブの、こう、チラシっていうか、アンケートあるじゃないですか。うん、でそこの下のところに新人芸人募集みたいなのが昔はよく書いてたんですよね。ああったあったあった、はい、うん、でそこでなんかその事務所の電話番号とか、うん、なんかそういう風なのがあって、うん、でいろんなライブを見に行って、で片っ端からそこに連絡をして、えどういうライブ見に行ったのその時。マセキだったり、うん、渡辺だったりとか、うん、なんか見に行ったりしましたね。結構行ってたな、はい、じゃあ。そうですね。まあ、うん、よく分からなかったので、うんうん、でそれで行ってる中で、まあ、チラシいろいろもらって、それで電話して、うん、で、たまたま、引っかかったのが、今のアップフロントっていう、あの、うん、まあ、モームスとかいうところの事務所なんですけど、うん、そこが新しくお笑い部門ができるってなって、うん、で、そこになんか、まあ、通えるようになってっていうのがお笑いのスタート。ほう、なんか芸人になりたいみたいなところからじゃないですね、自分としては。そのさ、誘われてコントを始めた時とかは、はいはい、お笑い番組とかそんなに見てなかったってこと？はい、いや見てました。ボキャブラめちゃくちゃ好きで、うんうんうん、でちょうど大学入る入んないぐらいの時に笑う犬とかが始まってみたいなっていうぐらいの世代で、うんうん、でそれこそオンエアバトルがこう、うん、始まったぐらい始まりだしてっていうので、うん、なんかよくわかんないけどなんか土曜日の夜かなとかになんかお笑い番組やってるなっていうようななんかイメージがあってっていうので、うん、見てたっていうのはあるんで、好きは好きでしたね。でもはい、じゃあアップフロントほぼほぼ立ち上げのメンバーぐらいなの？はい、あ、そうです、そうです。はい。うん、立ち上げの最初の方は、東京ビンゴビンゴダイナマイトジャパンが。と、あ、そうです、うん、が、と、あと、ヒリキさんが一番最初、2期とか、多分、なんかそれぐらいの時にいらっしゃったっていうような感じの。東京ビンゴビンゴダイナマイトジャパンさんの名前久しぶりに聞いたな。そうですね。もともとな、アートの渡辺やもんね、はい、昔はな。そうなんです。その、
アップフロントの時の事務所の社長がもともと渡辺のマネージャーさんだったんですよ。そうかそうか、うん、そうなんです。その方がじゃあ、うん、渡辺を、まあ、退社してじゃあお笑いやるっていう風になった時に、うん、そこのアップフロントの方でなんかやったらしいんですけど、うんうん、え、どこコンビやったわけでしょ。なんていうコンビだったの。2人ともラグビー部だったんで、それで、うん、ラインアウトっていうコンビであのうん、やってまして、はい、おうおう、出会った頃にはもうピン芸人やったイメージがあるからな。そうですね、はい、うん、相方が、大学卒業したぐらいで、笑いから離れたので、うん、そうなんだ、そうです、初めて4年ぐらいで彼はあのお笑いの業界から退いてで誘ったくせに。そうですね、でコンビ解散してじゃあどうすかなったらちょっと一人でやってみようかっていう風になったらなんとなく今までダラダラやってきてたっていう感じ。じゃあその後コンビ相方とか探したりしなかったの。まあ、一切組んでない。だってそれこそな M1 始まったりとかなんか、まあキングオブコントがそのうち始まったりとかってやっぱコンビでの方がな、はい、なんか活動しやすいような時代やったやろうし。あ、そうか、そうですね。なんか、いや、誘ってくれた相方が、全部ネタも書いてたんですよ。ネタ全部書いてて、うん、それこそ、ツッコミ、ボケツッコミのセリフ、一語一句全部書くような、その子が辞めるってなった時に、うん、なんか自分としては、お笑いの業界にはいたけど、あれ、俺、何にもやってないなっていうのがなんかちょっと思ったんですよね。なんかその渡された台本をそのまま言ってみたいなっていうような感じだった。なんか自分で何かをこう主体的にやってないなっていうのを思って、うん、あ、じゃあなんか自分でやってみようかなとかって思ったので、うん、だからなんかコンビ組むとかっていうふうな、なんかその時あんま考えなかったんですよ。へぇ、はあ、そうか。その時に書いてたらまたちょっと別だったんでしょうけど、その時の俺何もやってねえなあの反動が今の侍スタイルなんかな。じゃあそうですね反動エグいですけど最初あれでしょ、めんこい内村っていう名前は。あ、そうですね、はい、ピンになってすぐ。そうですね、はい、うん、やってて最初は田舎のフリップネタみたいなのとかなんかちょっとやったりとか、そういうまあ普通の、うん、あのピン芸人やってたんですけど、うん、その時にあの芸人とルームシェアをしてまして、はいはい、その時に、バカボンドっていうあの漫画があるんですけど、宮本武蔵井上武彦先生のな、スラムダンクの、うん、はい、がすごいそのルームシェアの中で漫画で流行ったことがあって、うんうんうん、でなんかみんな芸人でいて喋ってた時になんかのノリであれ地毛でちょんまげやってるやついなくねっていう風ななんか話になってで、なんかお前ピンだし、なんか別に影響ないだろう。ちょっとやってみないみたいなこと言われたら周りがもういいっすね、いいっすね、みたいなことになって。それ言い出したんだね。タイムマシンの山本さん。だろうな。と思ったよ、あいつはもう無責任な。そこでもう、その場でこう、ここ沿ってみたいな。その場で？はい。T 字で、まだ全然こんな曲げ言えるほど長くなかったけど、もうとりあえず沿ってみたいなのが一番最初ですね。そこが、ピンになって3年ぐらいかな、してから。うん、うん、うん。時に、そんな感じに、この侍が好きでとかじゃなくて、もう見た目入りでこれになりました。これってもう15年ぐらいやってると思う。だーら。はい。はい。今自分で言って弾いてます。そうや。そうやな。でも全然ネタとかも決まってなかったんですけど、うん、なんかそのちょんまげというか、まあ、ちょんまげにもなってないんですけど、ここを沿ってっていう風になったら、うん、1ヶ月ぐらいしたら、うん、なんか笑っていいと思うのコーナーに出れることになったんですよ。お、笑っていいと思うってその、うん、日曜とかも増刊号っていう。あったあった。なんかやったりしてた時に、うん、なんか金の卵っていうなんかオーディションのコーナーがなんか ありまして、で、それこそ1分もねえな、30秒ぐらい、もう本当一ネタとかやって、うん、なんかレギュラー陣が面白いなと思ったらなんか
姿見せれるみたいな、なんかあったあったあった、そういうような仕組みだったと思うんですけど、うん、なんか1ヶ月ぐらいしたらそれに出れることになって、うんうんうん、でもまあその時にはそんなに別にめっちゃ受けたとかはなかったんですけど、うん、あの芸人やってて何年やってもテレビなんか1回も出れたことないのに、なるほど、頭取ったら1ヶ月で出れたじゃんみたいな、1ヶ月でいいともじゃんってことやもんな。いや、そういうことです、そういうことです、はい、うん、っていうところでなんか変に自信持ったというか、うんうんうん、なんかそんなところはありましたね、うん、はい、ただなんかそのアップフロントっていう、モームスとかがいる事務所なので、もともと完全な、うん、まあ、音楽事務所なんで音楽畑なんですよ。そうやな。なんかこれ思い出したんですけど、その東日本大震災があった時に、まあ、チャリティーじゃないですけど、YouTube で、その所属タレントが全員で、多分菅さんの愛は勝つだと思うんですけど、それを歌うっていう風な、動画を撮った時がありまして、はいはいはい。で、所属タレントが全員、まあ、行くんです。行って、それこそ、もうハロプロとかも全員行くし、お笑い芸人も全員行って、みたいな。うん、いう風な中だったんですけど、大震災という手前なんか本当にみんなちゃんとした服装で行かないといけないっていう風になった時に、うん、俺があのちょんまげを言って、まあ一応喪服というかなんか綺麗な服は着てったんですけど、うん、なんかそしたら改札で社長がめちゃくちゃブチ切れて、うん、え、なんでお前言ってただろうみたいな、こういう時になんでお前ちょんまげ言ってくるんだみたいな。ことでお前帰れって俺だけ改札の前で返されたんです、うん、ええー、で、うん、俺だけそこのなんか歌を歌えなかったっていう風なのがなんかあって、うん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 、今でも YouTube 残ってるんですけど、うんうんうん、YouTube でバーって本日参加してくれたアーティストの方々みたいなのがバーって流れて、うん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 、で本日所要により来れなかったタレントの方っていう風なのが、うん、字幕でバーって出てきて、うん、田中義武、めんこい内村っていう2人だけ、こうやって流れてくる。いや、ちょっと待ってくれと。俺、うん、所要じゃないんだっていう。そうだな。田中義武さんはきっと生キャラメルで忙しかったやろうな。そう、いや、本当に生キャラメル御殿の時期だったんで。うん、はい。いや、その頃はまだアップフロントだったよな、ほんの。アップフロントでした。はい。うん、で、2013年かなの時に、うん、アップフロントがお笑いの事務所をなくすというふうに、お笑い部門をね。はい。そうした時に、サンミュージックのオーディションを受けて、で、拾ってもらって、それで、そこから今に至るというふうな感じですね。うん、じゃあ、ノリで始めたよな、そのちょんまげは。いや、本当にノリで始めました。そもそもさ、なあ、ちょんまげを言うのも、だって、はい、それ、独学みたいなことでしょ、要は。あ、そうなんですよ。で、うん、まあ、今だったら YouTube とかありますけど、うん、まあ、当時別にないので、もうなんとなく言い方だけ、見よう見まねでやって、うん、